今の技術を踏まえて実際にアクションを行ってみると、軽く、はい、当たって、ストン、当たった、オッケー、ストン、バン、オッケー、ね、全部カメラの全部当たってるように見える、はいはい、本当に当たったら大変。いや、もちろん間違いない今当たってるように見える、見えます、こういう稽古してるんです。素晴らしい。あと、あの特技で空手も特技だってね、プロフィールにもありますけども、はい、空手は小さい頃から、はい、8歳の頃からやってます、うん、で向こうでも大会とかにも出られたんですよね。そうね、うん、はい、ロサンゼルスの中学校の部で優勝してました、うん、すごい。ちょっと今日なんかその空手とかって見せていただいて、今やったのです。あのちょっと他にも板割りとか、板割りって板あるかな、ここに板があるんですけれども、ということで急遽真剣佑さん板割りに挑戦。はい、今日入れて、よーい、よーい、3連続の蹴りで見事全ての板を割ることに成功。かっこいい、決まりましたね。すごい汗ですね、いや今気合入れて、はい、はい、ジャック NKL の樽部真一さんにも真剣佑さんについて伺ってみると、はい、さあ一番最初に会った時は、あれこんな美形うちにいたのかな綺麗な顔立ちで、それが第一印象ですね。第一印象で、そこからこう実際マッキー君とお仕事してていかがですか？カメラに意識してでスタントができる、はい、代替をいらないってところがすごい将来性があるなと思いますね、うん、まあ、顔もすごいいいですし、うんうん、これからだと思います、はい。